ローソク足チャートの一例ローソク足ローソク足チャートは株価などの相場の値動きを時系列に沿って図表として表す手法の一つ。ローソクチャートとも言う単位期間を定め単位期間中に初めについた値段を始めね最後についた値段を終わりね最も高い値段を高ね最も安い値段を安ねとしこの4種の値段を 道足と呼ばれる一本の棒状の図形に作図し、時系列に沿って並べて、値段の変動をグラフとして表したものである。道足には、始め値よりも終値が高い陽線と、始め値よりも終値が安い陰線の2種類がある。古くは、陽線が赤、陰線が黒で書き表されていたこと、値段が上ると明るい印象があり、下がると暗い印象があること、相場の動きを、 陰陽道に絡めて考えたことなどから、陽線、陰線の名がついている。相場に関する印刷物が刊行されるようになった際、コストの高いカラー印刷を嫌って、陽線を白抜きの四角形、陰線を黒く塗りつぶした四角形で表示する様に変化し、現在の紙媒体では概ね白と黒で表示する。図のように、始め根と終わり根をろうそく足の実体で、 期間中の安値と高値はそこから伸びるヒゲで表現する。なお、4つの値のうち、2つが同じ値になると、ヒゲや実体のない変則的なロウソク足になる。ロウソク一つあたりの期間が一日の場合は日足、1週間の場合は週足、1月の場合は月足、1年の場合は年足と,と呼ぶ。ロウソク足は、 江戸時代に、出羽国の本間総級が発案し、大阪、道島の米取引で使われたと言われている。現在は、日本国内だけでなく世界中のヘッジファンドや、個人投資家が、最も基本的なチャートの一つとして、ローソク足チャートを利用している。ローソク足は一般に移動平均線と一緒に描かれることが多い。またローソク足の下に出来高を表示することが多い。 ありがとうございます。